アルバート・パイクアルバート・パイクは、弁護士。フリーメイソン。南北戦争時の南部連合の将軍。フリーメイソンの清掃を着たパイク。秘密結社フリーメイソンに所属していたと言われている。メイソンの黒い教皇とも呼ばれている。古代や東洋の神秘主義を研究して構成員を増やした。オハイオ州シンシナティに、本拠地にしていた。 ゴールデンサークル騎士団の名前を変えたと言われる。また1871年、イタリアのフリーメーソンのジュゼッペ・マッツィーニに送った手紙には、第一次世界大戦と第二次世界大戦、さらに第三次世界大戦についての計画が記されていたという説が、陰謀論者の間で広がっている。その内容はおおよそ以下の通りである。第一次世界大戦は、 サーリズムのロシアを破壊し、広大な地をイルミナティのエージェントの直接の管理下に置くために仕組まれることになる。そして、ロシアはイルミナティの目的を世界に促進させるためのお化け役として利用されるだろう。第二次世界大戦は、ドイツの国家主義者と政治的シオニストの間の圧倒的な意見の相違の操作の上に実現されることになる。その結果、 ロシアの影響領域の拡張とパレスチナにイスラエル国家の建設がなされるべきである。第三次世界大戦はシオニストとアラブ人との間にイルミナティエージェントが引き起こす意見の相違によって起こるべきである。世界的な紛争の拡大が計画されているキリストの教会と無神論の破壊の後ルシファーの宇宙的検事により真の光が迎えられる。 この往復書簡の起源は不明確のままである。原点となるパイク書簡は現物が実在しておらず、かつて実際に書かれたことを証明する決定的な証拠も存在していない。1870年1月22日にマッチーニがパイクに宛てた手紙に対し、1871年8月15日にパイクがマッチーニに返事を出したということになっている。 マッツィーニによるとされる手紙の内容は、エディス・スター・ミラー、クイーン・ボロ・ダン夫人が1933年に出版したオカルト神剣政治に収録されている。パイクによるとされる編書の内容は、チリのサンティアゴの数奇教、ホセ・マリア・カロ・ロドリゲスが1925年に出版したベールを剥がされたフリーメイソンリーの密月の中に収録されている。 小役が、ロドリゲス数奇教から学んだとされる、元、王立カナダ海軍情報将校である、ウィリアム・ガイカーが1955年に上司した、ゲームのコマ第4版に掲載された。アルバート・ギャラティン・マッキー2020年6月19日、深夜、人種差別に抗議するデモ隊によって、奴隷性を維持した南軍の象徴として、 首都ワシントン DC のジュビシャリースクエアに設置されていたアルバートパイク像が引き倒された。ありがとうございます。